FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら、何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえば、きっと楽しくなるんじゃないですか？そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、吉井清松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けします。まずは吉井清松に会える日です。社長、はい、お願いします。はい、もう8月1日の月初の朝礼まで、はい、特にないんですけども、はい、実はね、今日清松総合鉄工内の特設スタジオから放送してるんですよね。はい、そうなんです。というのも、はい、というのもですよ、はい、実は先月の宇佐倫理法人会の時に、大荷物を持って、玄関を上がろうとしたら、はい、僕足が上がらなくて、そのままつまずいてしまって、はい、挙句にアキレス腱を切ってしまうっていう、もうね、大変な大怪我を、はい、で、まあ、今日実はこういう収録なんで、はい、11日の収録なんでございますけども、はい、昨日まで僕は入院してたんですよね。そうなんですよ。で、はい、FM 中津の方はエレベーターないんで2階に行かないといけないんで、はい、ちょっとさすがにこのアキレス腱切れたまんまでギブス巻いて2階に上がる方法がなかったんで、はい、ちょっと FM 中津さんには、はい、お願いして、うん、清松総合鉄工の特設スタジオで、はい、今日は撮らせてくださいということでお願いいたしました。はい、まあ、それで、今日、はい、この久々の、はい、スタジオですね、こちらのね、特設スタジオですよね。はいはい、まあ、でもヨッシーを、ね、見た時にもう車椅子姿だったので、もう本当に痛々しくて、まあ、もう奥様のもう涙が出るような介護 で、ね、本当にね、もうお大事になさってくださいね。そうですね。どれぐらい全治かかりますか？ね、はい、あと2週間ぐらいはこうギブスしておかないといけないんで、はいはい、まあ、今月末ぐらいにギブスが外れて、でもそれからがリハビリが始まるということで、はい、もう完治まで行くと3ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなと思ってますので。もうじゃあ社長と一緒に海には行けないですね。はい、ね、来年に期待します。来年頼みます、はい、では今日もよろしくお願いします。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。だからやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。本日のゲストをご紹介いたします。本日は合同会社ゼロイチ大分代表の秋吉太斗さん、そして合同会社ゼロイチ大分営業企画責任者の伊勢山優雅さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、お二人若々しいですね。そうですよね。はい、まあ、起業されたばっかり、はい、どのくらいなんですか、起業して。僕個人の分含めると2021年の6月からになります、うん、で会社設立自体は今年の2月に設立をいたします。今年の2月。そうなんですよ、はい、もうでもできたばっかり。あ、そうです、はい、アントレプレナー、はい、はい、ね、本社が日田の方。そうですね、はい、もう生まれが日田でして。そうなんですか、はい、ということは秋吉さんも伊佐山さんも。
そうです、2人とも日田で、はい、もう先輩後輩で、ずっと。あ、今日さん今おいくつですか？僕は今29で今年30の年になります。で、私今年28ですね。本当にあの幼い頃から知り合いという、はい、もう小学校の頃からずっと家も近くで一緒に剣道させてもらって剣道を2人ともしてて、両方とも剣道部。そうです。へえ、なんか秋吉君が若く見えるよね。瀬山さんのヒゲのせいかな。つけてみます ね, ね。でもこの2人ともなんかすごく爽やかな青年なんですけど、この会社を設立する前は、はい、なんと警察官。そうです、だったんですよね、はい、しかも幼なじみで揃いも揃って2人とも警察官。はい、どちらが先に警察になろうと言ったんですかっていう感じですけどね。まあ、警察になるのも、はい、あのどっちが決めたわけでもなく、まあ、正直言えば剣道やってて、はい、公務員だったから受けたっていうような感じになります。そっか、はい、そうですか。あの警察官っていわゆる剣道枠とか柔道枠とかあるんだよね。はい、はい、そうですね。そうなんですか、うん、だから多いんですね、警察の方で、ね、剣道をしていたりする方がね、うん、そうですね、結構多いですね、剣道柔道は。いやでも警察官になるっていうだけでも結構訓練とか警察学校とか行くでしょ。はい、すごい大変でしょ。どうでした、はい、私あのキムタクのドラマとか見てます。教場。ああいう先生いるの。どう、でも大変でしたね。まあ、そうですね、学校は厳しさ的には同じ、ちょっとやっぱドラマなんで作ってる部分はあったんですけど、はい、まあ、厳しさ度合いはほぼ一緒ですね。はい、そうですよね。でそれで警察学校ってどれぐらい通うんですか？大卒は半年で、うんうん、高卒は10ヶ月、うん、お二人は？半年でしたね。大卒で、はい、2人とも、ね、はい、はい、で半年通われて、でも先輩なので先輩の方が先に入ったという警察。もちろんそうですね、2人とも大学卒業してもそのまま入った形ですね。秋吉さんはその警察学校の話は伊佐山さんにしたんですか？いやしてないです。いやもうまさか警察になるとは思ってなくて。ああ、はい、そうだよね、はい、だ大学も違うんでしょ？違います。はい、はい、じゃあ警察官になったところで、ああお前っていう感じ。いやまあさすがになるっていう話は聞いたんですけど、まさかなって思いました、聞いた時は。伊佐山さんの雰囲気からして警察ってないんですよね。はい、私もそう思います。どっちかって言ったらなんかね、逆ですよね。はい、暴れるとか暴れるとかそういう逆側ですよね。暴れる系、やんちゃ系かなとか思うんですけどね。いやでもお二人とも素晴らしい職業を捨てて、はい、捨てるの早くないですか？いやいやいや、もう今かなと思って。今かなと思った、はい、なんか伊佐山さんに関してはもう警察官はあのもう3年に区切りをつけるって決めてたんでしょ、最初から。そうですね、もう3年で、はい、3年後に辞めるか続けるか、このモヤモヤした気持ちっていう部分でどっちにするかっていうのは決めようと、もう決めて警察にはならせていただきました。じゃあやっぱり入る時にもまだ道があまり決まってない感じですよね。そうですね。私思うんですよ、なんかこう道を決めるのってそんなにトントンと決まるわけじゃないですよね、若い時って。難しいですよね。難しいですよね。でもまあこんな厳しいね、あの、まあ、タイミングあるもんね。そうですね、本当タイミング、転職もそうですね。そうだよね、タイミングの時に、うん、あのこれから先僕はこう苦労しないように楽な道を選ぶか、うんうん、それとも同じなんだけど他の地方を選ぶか、うん、あ2つの道があって、はい、楽な方を選ぶ、警察官になる公務員だから楽な道は警察官だよね、うん、でも楽しい道っていうのは、うん、起業して自分の思う通りになる、同じ、ね、はい、楽しいっていう字を書きながら、はい、楽しいっていうか、はい、楽っていうか、若き今すごい素晴らしいですね。若き植えれてる会になりましたね。そうですよね。秋吉さんと、でも秋吉さんも、はい、じゃあ3年ぐらいで辞められたんですか？僕は4年。あ、じゃあ一緒に、はい、2つ年は違うようになるんですね、はい、秋吉さん、はい、あ、秋吉さんというか先輩とですね。はい、あの2つ違いになるんで、1年遅れになるんですかね。はい、その部署っていうところ、署は一緒だったんですか？所属っていうんですか？もう別々ですね。それも別々、はい、あ、ではもうずっと交流をもう図ってたってことですね、警察官の間も。まあ、正直は警察時代は署も違いましたし、はいはい、
まあ、なんかルール的にあんまりうろちょろできないんで警察は。そうなんですか、はい、まあね、正直そこまで一緒に遊ぶってことは数回ご飯に行ったぐらい、あ、そう、それぐらいですね、警察時代。それがこのお二人がじゃあどうして合同会社01大分を作られたんですか。もともと2人で何かやりたいなっていうのはあったんですけども、はい、まあ、一旦個人でそれぞれで活動して、うん、はい、でちょうど、まあ、僕が起業して1年ぐらい経った時に、まあ、そろそろ、まあ、いいタイミングだったんですかね、うん、はい、で会社一緒に作ろうかってなって、まあ、もう1人いるんですけども、まあ、3人で作った形になります。じゃあ秋吉さんが最初にもう起業されていたと、はい、はい、いうことですね。そうですね。それはどういう会社だったんですか。僕はまあ個人事業主で起業したのが、はい、まあ、まさに映像を作っていて、はいはい、まあ、個人だったんで映像制作と、はい、まあ、撮影編集の映像とアニメーションの2つを作ってました、はい、大分ではね、有名サルプロって知ってる、サルプロ、はい、はい、サルプロに いたんですよね。そうです、はい、警察官の後ですか。あと、はい、あ、だからそれこそ、はい、もう大分のこうなんか楽しい番組、おちゃらけ系の番組はほとんどサルコロさんなんで、ディスってるのか褒めてるのかそうですよね、はい、はあ、はあ、なるほど ね、もうじゃあサルプロでさらっとさらっと練習して進めて、いやいや、まあ、もう大変感謝してるんですけど社長には、はい、はい、なるほど。そしてもう独立をされた。あ、そうです、はあ、やっぱ飲み込みも早いんでしょうね、いろいろね、今こうもう修行の時代じゃないって言いますもんね、うん、はあ、センスの問題かな、センスか、なるほどね、そうですよね。で今お二人になって、伊佐山さんもそして別々になんか活動されてたんですか。私もイベントであったりだとか、はい、カナダの方で着物の販売等をさせていただいてて、待って待って、どこで。カナダで。カナダで、ね、カナダで、はい、カナダで着物の販売をさせていただいてたんですよ。それは何かの会社ですか。いえ、普通に個人でもうカナダに行って、はい、訪問営業ですよね。カナダ、うちの日本の着物を取り扱ってくださいっていうような形で、すごい、おろしてくださいみたいなのをなんかたまたまカナダに遊びに行って、はい、行くならちょっとなんか仕事っぽくしたいなと思って行って、はいはい、そこでもう取引先みたいなのいっぱい、もう訪問営業です本当にそんなに裸一貫ってまさに その感じで行けるものでしょうか。それが行けてすごい楽しくて、はい、もう本当にじゃあ君が持ってくれた着物なら全部買うよと、今度から例えば日本でどんなのが欲しいって言った生地とか仕入れて欲しいっていう風なことをやっていただいて、はい、そんなのをやりつつ、はい、でもやっぱコロナとかで、はい、輸送するのがやっぱ大変だったりして、そこでまあタイト先輩とまた出会って会社をこんな感じで、なるほど、ちょっとものすごくツッコミどころがたくさんあるんです。伊佐山さんのそのカナダ話はそれだけでちょっと ね、本当言うと、はあ、今日ね、はあ、イベントのね、はあ、告知の場合だったんだよ、ね、私なんかものすごく今のカナダの話をたどり着かないもう社長必死にしますかっていうぐらい面白いですね、お二人はね、うん、はあ、まあじゃあそのね、カナダの話はまた置いといて、うん、そんないろいろありまして2人が合体して合同会社01大分、そして今回手掛けてるすごく大きなイベントがあるんですね。はい、はい、もう弊社の方で主催させていて、全国的に地方大会があったんですけど、はい、オリエンタルコレクションという大会がありまして、そちらの大分大会を弊社が主催させていただくようにやっております。はい、オリエンタルコレクション、はい、で今もう本当に今月の7月の22、23日に、うん、大分駅前広場、はい、アミプラザ大分駅前広場ですね、はい、そちらで開催させていただくようになっております。はい、オリエンタルコレクション大分大会は去年もありましたね。そうですね、はい、今年で2回目になる大会でして、はい、去年はキッズ部門が開催されなかったんですが、今年はキッズ部門も合わせて開催するようになっておりまして、キッズ部門、はい、ミス部門、はい、ミセス部門、3つの部門で開催させていただきます。これは去年も主催したの、はい、去年はですね、別の会社さんが、やってたんですけど、運営自体は私たち弊社の方で、やらせていただいておりました。でそうだよね、今年の2月に起業した会社だもんね、はい、あ、そうですね、はい、そしてもうそのねイベントをもう全部自分たちでやるというですね、すごいね、はい、よくまた結局オリエンタルコレクションって結構大きな大会じゃないですか、うん、はい、その大分大会を任せるっていうとこまで行きましたね。なんとか、なんとかもうでも本当にいろんな企業者さんも、清松社長もそうなんですけど、うん、やっぱ応援してくれる協賛企業様がいてですね、うん、この成り立ってる大会でもあるので、うん、なんとか
自分たちだけではないんですけど、周りの力を借りてここまで来らせていただきました。なかなかね、ポットでの若者2人にじゃあこれ任せるよって言ってくれる人少ないんじゃない？はい、うん、ですよね。やっぱり熱意とやっぱり訪問営業のおかげですかね、この積極性ってのは大事ですよ ね、自分を信じる力はやっぱりあるんじゃないかな、ね、って思いますけど、このオリエンタルコレクションっていうのはあの芸能事務所が関わってるんですよね。そうです、はい、あのもう大手さんであるホリプロダクションさん、ホリプロですよ、うん、ホリプロダクションさんがいたりだとか他にも、はい、あのプロダクション以外にもダイエーテレビさんであったりだとか、はい、まあ、その他 の大手プロダクションさんとも参入してきておりまして、はい、オーディションの大会になっております、はい。そうだから、あのミセスコンテストでミセスのグランプリになったとかミスのグランプリになっただけじゃなくて、うん、そこから芸能界への道、映画出演の道など、うん、そういうものがこう紐付けされているという。そうです、はい、あのもうその場でグランプリになった方以外にも可能性があるということで、うん、あの来年の映画に出てくださいだったり、うん、うちのプロダクションに所属してくださいというのスカウトがかかる大会になっております。絶対来年出るぜひもう出てもらいたいですね。もう私あの夢があってですね、はい、私結構年齢いってるんですけど、グラビア撮影したいんです。あ、めっちゃ素敵な夢ですね。そうなんですよ、だからグラビアを出したいんですよ、その夢を。僕撮ってやろうか、はい、もうぜひお願いしたいです。出番は絶対撮ってもらいます。いや、そういう夢がある人ってやっぱりミセスの人たちでもいると思うんですよね、うん、そういう、こう自分の夢がこうやってこう芸能業界がもうオーディションに、ね、オーディション自体にも見に来てくれるっていうのはすごい、うん、すごいよね、はい。昔のオーディションという番組だじゃないですか、うんうん、だからすごいいいな、夢がありますね。はい、夢があります。え、今回はどんな方が出られるんですか？今年はキッズ部門が15名、はい、うん、15名参加させていただいて、はい、で、ミス部門が、8名から、ちょっともしかすると減るかもしれないですけど、はいはい、8名、はいはい、でミセス部門が12名の参加をいただいております、うん、はい。どのような形式でオーディションになるんでしょうか、はい、キッズ部門に関しましては3分間の自己 PR、はい、歌っても踊っても自分の特技を披露してくださいというふうにしております、はいはい、でミス・ミセスに関しましては2分以内の自己 PR、 こちらも同様、何をしてもいいですよという、もう自分を表現してくださいなんで、はい、オーディションなん でプラスアルファフォーマルの衣装 PR というものを設けておりますので、これ見るのはどうやって見るのか、チケットがあるんですか？これがですね、うん、もう閲覧は無料となっておりますので、はい、当日自由に、見に来ていただけることが可能になっておりまして、はい、うんうん、で投票券というものを準備しておりますので、はい、応援チケットという、ね、方ですね、うん、1枚1票という扱いをさせていただきまして、はい、当日販売、受付にて販売させていただいております、はい、うん、なんと今回清松社長が審査員、そうです、審査員にやらせていただきますので、はい、どうぞ、はい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 、でまた清松賞があるということですね。そうです、はい、もう社長の、ご好意もあって清松賞を準備していただけるということで、はい、それはもう独断と偏見で選んで独断と偏見かもしれないそうです、はい、で清松賞を準備していただいて、はい、ラジオの出演等ができるもうすぐさまということを言っていただいて、はい、ありがたいですね、はい、もうそういった可能性、やっぱなかなか素人の子たちがこういった番組に出れるってなかなかないと思いますよね、はい、そういった機会をいただいて、またその8月の12日ですね、社長、イベントがあるという。そうです、8月12日ね、桜の人で君とっていうイベントやるんですけども、はいはい、そのイベントでもその、オリエンタルに選ばれた人を紹介するとかいう、そういう場所を設けますっていうことですよね。なんでファイナリストの中から、はい、その当日ですね、何名か社長のそのイベントの8月12日で桜の下でというイベントで、伺わせていただいて、はい、宇佐のピアの方で、ね、そうですね、はい、行われます、そこでまた皆さんの前でなんかちょっと自己 PR してもらって、はい、ね、はい、その後FM 大分の方で、はい、また出演させていただけるというような特典を設けさせていただいております、はいはい、このオリエンタルコレクション大分大会はもうこのまま選ばれた方は日本大会に行くという。そうです、はい、キッズ、ミス、ミセス、はい、1名ずつがグランプリ、はい、に選ばれた方は日本大会に出場して、またその中で日本一を決めるというグランプリを選ぶという大会になっております。去年はね、中島遥さんが、はい、大分県でグランプリ取られまして、ね、はい、東京大会、東京全国大会行かれたんですよね、はい、そうです、
はい、で東京のプロダクションさんと提携するというようなスカウトがかかって、やっぱりね、賞をいただいたようにやっております。はい、ぜひ7月22日がキッズ部門、そして7月23日はミス部門、ミセス部門とアミプラザ大分駅前広場で行われます。はい、オリエンタルコレクション大分大会、ぜひ皆さん見に行ってください。またマルシェも開催されますね。はい、もう当日は60店舗ほどの、はい、両日とも60店舗ほどのマルシェが出展されますので、うん、はい、会場にぜひ足を運んでいただいたらと思っております。美味しいものとかね、素敵なね、あのものを見ながらぜひご覧いただきたいと思います。ハッピーとラブをミリッサからのマルシェの相談でね、はい、そうです、はい、そうなんですか。はい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。もう若き今日はお二人に来ていただきました。はい、またね、また次回、ね、はい、あの呼んでまた詳しくお話を聞きたいと思います。はい、はい、今日は合同会社ゼロイチ大分代表秋吉大人さん、そして合同会社ゼロイチ大分営業企画責任者の伊佐山優雅さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。みんな主役の人生、夜町総合鉄鋼株、ワクワクしながらやればきっと楽しい。若い女性のための創作童話、仮想現実 E メール、その12、仮想世界の始まり。そんな寂しさが僕をまた新しいメルトモ作りに駆り立てた。そしてほどなく新たなメルトモが現れる。ただし今度は絶対に会ったりしないと決めていた。会ってしまうとまるでエボリューションゲームのようにその関係を進めていくことに夢中になってしまうのが男の性で、それを受け入れることで何らかの代償を求めるのが女の食われ手であるように当時の僕には感じられていた。そしてお互いの性と企てがどちらかが手に負えなくなる限度になったときに別れ話は始まり、結果的には破局の後の焦燥感に苛まれる。男と女をつなぐものを赤い糸に例えるが、もっと細い見えない糸でつながった関係はバーチャルリアリティの世界で互いの心の隙間を埋めてくれる。この世界にいる限り傷つけ合うことなしに愛することも、また愛されていると思い込むことも自由だった。この関係の先にあるものを全く期待していなかったのかといえば嘘になる。しかしそれを想像することも楽しみの一つであった。でもそうなることは僕には許されないことだと分かっていた。だからこの仮想世界から抜け出ることにとても臆病になる。でも互いを求め合う気持ちが僕たちのメール交換を徐々に頻繁なものにした。はい、ありがとう。はい、まあ、メルトモってこういうなんかね、はい、昔ねなんかあったよねこういうの。最近なんか、はい、メルトモなんていう言葉がもうなくなってしまってるんだけど、はい、もうそれこそパカパカの時代、はい、携帯電話がまだ、ね、携帯、うん、閉じたりしまったりする時にね、してる時代で、はい、メルトモ募集みたい な、はい、なんか広告がいっぱい出てて、なんか一時僕らの世代ハマったことあるよね。ありましたね。まあね、見知らぬ男と女の人がこう、なんか自分が安全なところにいながらこう、お互いにこう知らない人だから言えることってたくさんあって、まあそういう、まあ、メールが始まった頃、携帯電話が始まった頃の、まあ、まさに過渡期のお話でございますよね。はい、会社は明るく社長は男、日和総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、日和総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、日和総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる。はい、ゼロイチ大分の秋吉くんと伊佐山くん帰っていきましたね。はい、まあ、本当にね、今回23日の日、はい、僕も審査員として参加させていただきますんで、はい、もしね、これをお聞きの皆さんの中でたまたま23日空いてるし、うん、なんか美しい女の人を見てみたいなとかいうふうに思われている人いましたら、はい、ぜひ会場の方にお見えになっていただいて、
僕もいますんで、はい、手を振っていただいてよしって声かけてもらうと、はい、とても喜びますんで喜ぶんですねはい、そうですね、はい、でまたあの、ねお気に召した方、はい、見てる間にあの人を応援したいなっていうふうに思われたならば、はい、あの1000円払えば、はい、あの投票券が買えるということで、ぜひとも誰かを応援したいと思ったら、はい、1000円の投票券買って応援してやったらいいかなというふうに思います。観覧は無料でね、大分駅前の方の広場の方で行われますけど ね応援したいときはぜひね。そうですね、はい、でマルシェもたくさん出るらしいんで。そうなんですよ、あの大分県内外の人気のマルシェがね、60店舗勢ぞろいなんで、すごいですよね。はい、まあ、誰が出るかよく僕も聞いてないんですけども、うん、はい、みんなに頑張ってもらえればありがたいなと思います。 そうですね、そして大分から代表で日本大会に行って、そうですよね、またあの映画とかまたテレビに出るようになったら嬉しいですね、うん、そうですね、はい、僕が選んだ人がテレビに出るとか言ったらすごいですよね。とても楽しみにしています。またね、はい、あのその中で特別賞、清松総合鉄工賞というのも設けてもらっているらしいんで、はい、僕が、まあ、一人選んで、その人には、ぜひともこう8月12日に行う桜井さんで君との映画鑑賞会、はいはい、にも来ていただきまして、ちょっとウォーキングなり何なり、得意なことをちょっとやってもらえればいいかなと思いますし、もう一つね、僕あの FM 大分の方で、吉井清松のあなたの未来という番組を持ってるんですけども、その番組にも出る権利をどうぞっていう、そういう企画になっているみたいなんでいろいろ出れますね。そうですよね、はいはい、ぜひともね、はい、まあ、この番組でもねお呼びできればね、はい、呼んで、ぜひぜひ、ね、はい、お会いしたいです。呼んでお会いね、会ってもらえばいいかな、はい、でもまあちょっとね、あの怪我をして一番今困っているのが、はい、8月12日の桜井人で君とっていう、はい、まあ、そのイベントを企画してるんですけども、はいはい、もうあと1ヶ月切ってしまったんですよ ね、はい、でも本当にここ2週間、はい、完全に病院の方で入院してまして、はい、何の活動もできてないんで、はい、本当にあのぜひとも来てもらいたい人、一軒一軒、まあ、お伺いしてチケット買っていただくみたいなことを考えてたんですけども、ちょっと行く時間がなくなってしまったんで、はい、僕を助けると思って、うん、あのチケット買っていただきたいし、はい、ボランティアスタッフも非常に不足してますんで、はい、ボランティアスタッフになってもいいよって思われている方は、ぜひとも清松総合鉄工の会社の方に電話していただくなり、はい、また会社のホームページから、はい、メールアドレス書いてますんで、そちらの方にボランティアスタッフやってもいいですよとかを連絡していただきたいなって思ってます。はい、それよりも何よりも今一番困ってるのが、実は小中学生に無料でチケットを配る券っていうのを、まあ、全国から募集してて、もうそれが170人分のチケットが今無料チケットがあるんですけども、それを配る方法がなくなってしまってて、はい、本当に、清松総合鉄工のホームページの方から、info@kissne.jp の方に連絡していただいて、大人の方は残念ながらチケットを自分で買ってもらわないといけないんですけども、1000円のチケットを買っていただいて、はいはい、あと子供を何人連れて行きますんで、何人分のチケットを、を無料でいただけませんかっていうふうに連絡していただければ取り置きしています、はい、置くつもりでございますので、はい、ぜひとも連絡していただきたいというふうに思います。ぜひ素敵な、ね、映画なので見ていただきたいですね、うん、そうですね、はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉井清松、そして茶子こと佐々木久子でした。せーの、いいね。していれば疲れることもあるかもね。でもここならきっと充実感、やりがいある人生。そんなの